ただいまでーす。ニコラの撮影から帰ってきました。アンジです。今日は私のナイトルーティーンを紹介したいと思います。部屋着に着替えてきました。私は目が悪いのでいつも家に帰ったらメガネをしてます。撮影ではコンタクトをつけていて、コンタクト外してメガネをしています。もうゆるっとしたもうパジャマみたいなラフな格好が好きです。晩ご飯が食べ終わったのでリラックスタイムです。私は結構ゲームをするのが大好きです。今は集まれ動物の森にハマってたりとか、あとマリオテニスエースとかいろいろやってます。今はあつ森をやってます。めっちゃゲーマーなので、これはお父さんの影響で結構好きになって、お父さんがゲームと か, なんかそのクレーンゲームもそうなんですけど、いろいろやるのが好きで、その影響で好きになりました。あつ森はなんか私まだ1、2年ぐらいしかやってなくて、ちょっと最近サボってたので、島がぐちゃぐちゃなんですけど、結構楽しんでやってます。で、好きなキャラはなんかアネッサっていう黄色いクマみたいなちびっこのキャラで、ツンデレな感じがめっちゃ好きなんですよね。あつ森ガチ勢の人とかはなんか島のとこにお花バーって植えたりとか、自分でテーマパーク作ったりとかよくしてるんですけど、なんかそういうのにちょっと憧れてて、結局私サボっちゃうんであんまりできないんですけど、それを目指して頑張ります。今ゲームが終わったので、次は TikTok を見たいと思います。 TikTok はもう時間を忘れちゃって見ちゃうんですよね。昨日一昨日とかも2時間3時間ぐらいぶっ通しでずっと見てて、夏休みの宿題も終わってなくて、これ見てたら多分やばいなと思ったんで、自分でなんか TikTok って60分とか時間制限ができるんで、自分で時間制限の設定して、でパスワードも決めたんですけど、結局それ解除してずっと見ちゃってて、やっぱ私ダンスが好きなので、ダンサーさんのアカウントとかをいつも覗いてて、なんかよく、まあ、見てるのは、そのこの前ニコラの企画でも一緒に出させていただいたジュリッコさんとか、日本と韓国のハーフの女の子なんですけど、ココアちゃんっていう女の子とか、めっちゃスタイルが良くて、 K-POP のダンスカバーが上手なオカベッチさんっていう方とか、あと K-POP アイドルのとかをよく見たりしてて、おすすめで流れてきたので、 K-POP これが好きっていうのはずっと見ちゃったりとか、なんか今自分の TikTok のアカウントはないんですけど、みんなニコモツ撮ったりとか、普通に友達と撮ったりするときに、この音源いいなっていう思うものがあったら、いつもその音源を忘れずにストックしたりとか、ちょっと保存したりしてます。今 TikTok が見終わったので、次はダンス練習をしたいと思います。また今度母ちゃんとのダンス動画をあげるので、そのダンスを練習したいと思います。練習したりしてます。この振りはめっちゃこの振りがすごい苦手だったんですけど、最近練習してできるようになりました。では一通り終わったので顔を洗ってきます。はい、では今からメイクを落としていきます。これは丈が長いので袖を折って、メガネ外して、メイク落としはこれお母さんと共同で使ってるものなんですけど、アトムギのクレンジングオイルを使ってます。めっちゃ大容量でコスパいいのでおすすめです。3プッシュぐらいタプタプにやる派なんで、マスカラとかがいつも落ちにくいので、これ手になじませて、結構このほっぺとか目の下とか鼻とかにコンシーラーとかファンデーションをちょっと塗ってるので、そこから
少し落としていく感じです。だってやっぱおでこにも少しファンデーションとかついてるので、ここもちょっと落としていきます。で口もリップ塗ってるので落として、めっちゃ顔テカテカ油がすごい多い人みたいになってます。でこの顔の側面とかこの顎のラインとかにもファンデーションちょっとつけてるので、そこも忘れずにやるのがポイントです。生え際とかもちゃんとやるようにしてます。だいたいファンデーションとか取れたなとか思ったら、次眉毛を落としていきます。私眉毛が薄いのが結構コンプレックスで、だからいつもメイクでは眉毛をちょっと濃いめに描いてるんですけど、だからメイク落としたら、あ、自分ってこんなに眉毛薄かったんだっていつも思っちゃいます。涙袋にもラメを塗ってるので、それをちょっと落としていきます。最後にマスカラをやります。途中でマスカラとかやっちゃうと周りが黒くなって、ちょっと色が落ちにくくなっちゃうので気をつけてやってます。いつもメイク落とすとき思うんですけど、マスカラの落とし方って、なんかこのまつげの部分を結構こうやって引っ張ってマスカラ落としちゃってるんですけど、なんかそれだとまつげがブチブチって抜けるのであんまり良くないのかなって思うので、マスカラのいい落とし方を教えてください。だいぶメイクが落とせたので水で流していきます。こすったら肌に悪影響なので、もう水分を拭き取るようにポンポンポンとやっていきます。そしたら次は洗顔をしていきます。と極潤シリーズのヒアルロンの泡洗顔です。結構私はたっぷり泡を取ります。2つに分けてここからじゃなくて優しく優しく乗せていくイメージでやっていきます。じゃあ水で流していきます。洗顔も終わりました。ここもですよ、ここも絶対こすったらダメで、まあこれ当たり前のことかもしれないんですけど、絶対にこすんないようにやってます。終わりましたので次はスキンケアです。スキンケアは私いつもそのお風呂出て化粧水を一番にすぐつけます。私乾燥肌なので、乾燥肌さんはもうほんとすぐつけないと肌荒れにもつながってしまうので、化粧水はと白潤の化粧水をつけていきます。結構たっぷりめに一箇所に染み込ませるようにつけていきます。これもこうやってこすったらあのシミとかそばかすができやすくなってしまうので押さえてやってます。まあ、余ったやつは私いつも首につけて、首も保湿みたいな感じにしてます。腕とかにもつけてます。とりあえず化粧水をつけたら、この後乳液とクリームをやっていきます。ではスキンケアの続きからいきます。次は乳液です。白潤の乳液をつけていきます。でその次私がいつもやるのはクリームで、これもお母さんと共同で使ってて、カルテ HD のクリームで、これはすごい保湿力が高いです。で最後いつも使ってるのが、事務所の先輩の熊田凛香さんがプロデュースしたボディクリームを使ってて、すごくいい匂いです。リオはいつもこれたまに撮影の前日とか大事な日に使ったりしてます。乳液からやっていきます。結構乳液は多めにつけていきます。まずおでこに塗って、でこれ次目の下に塗って、また目の下に塗って、鼻につけて顎につけてって感じでちょんちょんちょんと塗っていきます。洗顔とかクレンジングの時と一緒なんですけど、こすっちゃうと肌荒れの原因なので、あんまりこすんないようになじませるように塗っていきます。結構いつも乳液多めにとっていつも余っちゃうので、それはいつも首の保湿にも、髪の毛の生え際ギリギリまで結構塗ったりとか、この顎と首の境目とかにもしっかり塗って保湿力高めてます。で乳液が塗れたので次はクリームです。これはちょっとの量ですごい保湿されるので薄めに塗っていきます。でこれは一回手で伸ばしてから、この鼻のとこ
から目尻の方にかけて伸ばしていきます。でこれを伸ばして、でこれをまたここで伸ばして伸ばしてみたいな感じで、なんか地味にマッサージしてるみたいなイメージで、あとここも忘れずにやって、で最後まだ余ってるのでこれをおでこにちょんちょんちょんとつけていきます。で最後、そしたらボディクリームを足にいつも塗ってるのでこれを塗っていきます。足にまんべんなく塗っていく感じです。でまず膝から塗っていきます。なんか膝は結構黒くなりやすいので膝に多く塗ってちょっとでも白くしようみたいな、そういう感じです。でこれをこのふくらはぎの方まで伸ばしていって、これも軽くマッサージする感じで下から上にちょっと伸ばしていくマッサージな感じで塗っていきます。クリームが余ってるのでこれを太ももの方で塗っていって、ここは特にマッサージとかはしないんですけど、これもまんべんなく伸ばす感じで塗っていきます。だいぶ塗れたので最後余ったのは手の甲とか手に塗って完成です。スキンケアも終わりました。でもう今寝るだけなんですけど、明日は大事な撮影があるので台本の練習をしたいと思います。いつもこういう台本の練習するときとかはお母さんにも手伝ってもらって、お母さんが相手役で、なんかもっとここのセリフこうやって言った方がいいんじゃないとか、なんかもっとここ感情込めて言った方がいいよっていうようなアドバイスもらって、いつもそれでやってます。台本覚えは私割とまあいい方で、なんか暗記苦手とかこのセリフなんかいつも思い出せないっていうのはあんまりなくて、なんか大体セリフは頭に入れて、その後細かい動作とか感情の入れ方とかイントネーションとかっていうのをいろいろ直していきます。私のナイトルーティーンはどうでしたか？結構私ナイトルーティーンとかっていう動画憧れてたので、すごく今日は楽しくできました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。ではありがとうございました。